どうもダロマニム DD です。今回は最新のアップデートで起こった事件を皆さんにお伝えしていきたいと思います。それはですね、アップデートのお詫びとして皆さん20ダイヤをもらえたかと思うのですが、僕はそれとは別に謎の手紙が送られてきました。中身は英語で全く読めなかったのですが、報酬がなんとえぐいことになっていて、なんとのバカな勲章が531個ももらえたんです。というわけで今回はこれが本当に置けるのかどうかを試していこうと思います。バグだったら置けないはずなので一応確認というわけでやっていこうと思います。じゃあ早速置きまくっていきます。いや普通にヤバすぎて草。普段あまり装飾を購入したりしないのでこのような光景を見れるなんて夢にも思いませんでした。それにしても施設をすべて購入しきった方は一体何にお金を使っているのか気になりますね。やっぱり自分の農場の装飾に全部使っているんですかね。まあ僕はまだまだ雑魚なので縁もゆかりもない話ですが、っていうか普通にやべえ農場になってしまった。まだ半分くらい残っているので隙間とかに置いていこうと思います。そして全てを終えた結果が、絶対ヤバいのお父ちゃん。これはマジでヤバいですね。もしかしたら運営さんに没収されるかもしれませんね。というわけで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回のヘイデイでお会いしましょう。それでは See you。